こんにちは、じゅんちゃんです。本日はですね、ちょっともう、本当に、やっちまったな、宇宙の法則っていうのが、ちょっとね、あの、一個、私で発生したんで、ちょっとその話を皆さんにシェアさせていただきたいと思います。イェーイ <laughs> はい。はい。 じゃあちょっとね早速お話をさせていただきたいと思いますがいやー本当にあの何、ー、て言うか自分たちの毎日自分たちのその生きるその空間とかってう、まあ、本当自分自身が作ってるんだなっていうのがよくわかる出来事がちょっとあったんですけれども。 ほんとね、これね、絶対みんな落ちっちゃってる人いると思うんでね、もう絶対これみんなにすぐシェアしようと思って今動画撮ってるんですけど、もうほんとね、現実想像って奥が深いというか、ほんとこの一瞬のね、自分の意識のこう、ちょっとずれとかから、もう全然違う現実を作っちゃうんだなっていうのがあったんでね、ちょっとこのお話はさせていただきたいと思うんですけど、えっと、何から話そうかな。まずね、じゃあちょっとあの、 前提からお話をさせていただくと、あの、私ね、あの、自分が作りたい現実っていうものがあったのに、あ、前提じゃないか、結論から言っちゃうと、自分はこうなりたい、こういう風な現実を作りたいって思ってたのに、それと全く真逆の物事が、あの、実際に起きていて、すごいなんか自分の中で、え、何なのこれって思ってるっていう出来事がこの数日間実は続いてたんですよ。 で、それに気づいて、まあ、現実っていうものを見たときに、なんていうのかな、あの、その、その毎日を見ているときに、それを作ってるのは自分の意識体であることは間違いがないから、そこを修,修正したら、それに気づいて修正したら、あの、もうパチッと、もう自分自身が思ってた通りの現実が作られたっていうのがこの間起きたんで、ちょっとね、そのお話をしたいなって思うんですけど、あのー、まあ、あ ちょっとまずみんなもう分かってはいると思うんですけど改めておさらいとしてねあの自分の現実自分の願いっていうものを叶えるっていう時にはまずはあのこのね現実をこうなんだあの自分の願望をこう具現化したいっていう時には宇宙理論では3ステップあるって言われるんですね。3ステップ これはもうみんな多分言わなくても分かると思うんですけど、まあ、これも相変わらずみんな大好きエイブラハム、ね、エスターがあのチャネリングをしている宇宙のね集合意識の,あのこの「願えば叶う」という本からちょっと引用させていただくんですけれども、まあ、自分が作りたい現実がある場合にはそれを現実化させたいのであれば3ステップ踏むんだよっていうのがもうなんだ大前提としてあるのが宇宙理論になってくるんですけどとにかく自分自身が作りたい現実が がああるるのでれればまままずずははこううやって求、ま、求めめしょうね宇宙にそれを求める要はこの言い方を変えるとオーダーというものになってくるかなと思うんですけどそれを求めるということをした後にあのにキャッチした宇宙ステップ2というところに移るのはあの移ってこれはあの宇宙側がやってくれるっていうものなんですけど求めたものに対して答えが与えられる。 まあ要はオオーーーーダダをを出出ししまますすよね人間側がオーダーを出しますそしたらそれを受け取ったキャッチした宇宙がその答えにあの何て言うかなあの動き始めてくれるというか流れを作ってくれるっていう状態になりますそしてステップ3っていうものであのこの, 3, あのなんだ3つ目のステップっていうところでこの与えられた答えを受け取るすなわち許可をするというふうに書いてあるんですけど要は何て言うのかな 宇宙が準備してくれた、このオーダー出したものを作ってくれたものがあるわけじゃないですか。これっていうものをしっかりと自分たちが受け取れるように招き入れなければならないって書いてありますけれども、ちゃんと受け取るということをしていこうね。しっかりとそれをあの受け取っていいよっていう許可をしなきゃダメだよっていうことがあ,のあるっていうふうに書いてあるんですけど、これが現実創造っていうもの、自分自身が作りたい、現実を作っ 実を作る時のあのなんだスリーステップって言われるんですけどあのまあ求めるのはこれは簡単だと思うんですよこれはねこれは誰でもやってると思うんですよね何でもいいんですけど例えばじゃあその求めるっていうものが例えば人によって全然違うと思うんですけどねこうとこ,こうか例えばどうじゃあ彼氏が 欲しいとかあとはじゃあ今よりももっと健康にな,んかなりたいとか今よりもっとそのお金が欲しいとか。 まあ自分自身がこうなりたいとかこれがもっと欲しいみたいななんかやっぱりその求めるものっていうのはたくさんあると思うんでこれはねただ単純にあの今まで通りというかいつも通り宇宙神様にオーダーを出せばいいと思うんですね。 そのオーダーの出し方っていうのは、まあ、普通にそのノートに書くみたいなものでもいいと思うし例えばまあ神社っていうところに行ってことあげをしてくるっていうことをやってもいいと思うしただただ今ねあのここにいる状態であのその場にいる状態で神様たちに話しかけるみたいな状態をとりながらオーダーを出す求めるってことをやってもいいと思うんですけどまあこれはみんな普通にやってると思うんですよ。 ここは全然簡単にできると思うんですね。そう。そして、じゃあこのステップ1のこの求めるはまあみんなやってたとして、あの、で、それで、その後のステップ2っていうのは人間側には関係ないんで、これは、ほら、宇宙が答えるってただそれだけのステップになってくるから、だから、あの、この、なんだ、願望を現実化する3ステップっていうものの中で、宇宙側が一つのステップを踏んでくれるわけなんで、私たち人間がやらなければいけないのは1と3だけなんですね。 1>, 1と3だけ。うん。なんだけど、1と3だけだから簡単そうなんだけど、実は手強いのはこの3なんですね。3。3ね、これ本当にね、奥が深いでございますよ。ほんとこいでやっちまったなと思うもんな。そう、ここのね、あの、ステップ2の宇宙が答えるっていうところにも書いてあるんですけど、あの、ここね。 どんな質問にも答えが与えられ、どんな願望も実現します。うん、どんなオーダーをだ出したとしても、私たちがどんなものを投げかけたとしても、それは必ず願望は実現するって書いてあるんですけど、ところが、ところがです。必ず夢ってものは叶うんだけど、願望は叶うんだけれども、たくさんの人が、たくさんの人が、 願望が実現しないじゃないかというねあの言葉をあげるっていうことが起きているのは実はこの重要なこの後お話をするステップ3をまだ理解しておらず,おらずその手順を終えていないからですっていうところがねどんな願望も実現するにもかかわらず絶対に 絶対にオーダーを出してくれたら必ず宇宙は答えるという仕組みになってるんでどんな願望も絶対に実現するのにそれなのにたくさんの人がたくさんの人がなんだよ願望なんて全然実現しないじゃんっていう風に陥っちゃっている、うん、そういう声を上げているのはこの後のステップ3をちゃんと理解してないからなんだよそしてそれをそのステップ3じゃちゃんとやれてないよ っていうこ、ね、こことがここにもちゃんと書いてあるんです <laughs> んおっしゃる通りの出来事が私もね先日起きておりましたそうこのステップ3大切なのは許可して招き入れるというねこれになってくるんですけどこれができてないから結局は自分自身の現実って作られないんだよっていうことをねあの宇宙たちは常に教えてくれてるわけですうん許可して招き入れる これがね、なんて言ったらいいかな。なんて説明したらわかりやすいかな。うんとね、でもここで私の実体験を話ししちゃったのがわかりやすいかな。うんとね、うん、と、私先日、先日ねあな、何が起きてたかっていうと、私、あの、その、なんだ、えっ、ー、と、ちょうど明日になるのか。えっ、ー、と、結構前から、あの、なんだ、 えっと、個人企業家さんになりたい方や、現在個人企業家さんであって、売り上げアップっていうものを望んでいる方に対して、あの、なんだ、私がもともと個人企業家さん の売り上げアップのコンサルをやってたって人間なんで、そういった方たちへの大質問会というか、セミナーやりますってお話をしてたと思うんですね。動画とかブログとか、まあ、様々なところでずっとそのお話はしてたと思うんですけど、その、ま、募集自体は、あの、ま、明日から、11月の8日、明日から始まるんですけど、あの、その、 セミナー自体っていうのは、えっと、11月4日から、えっと、11月の末まで募集期間にして募集期間がここで、えっと、応募できるよみたいなっていう期間であってで12月は大体、えっと、いい3本。 予定ですけど、3本の動画を、あの、1週間ごとにね、一週間ごとに出していこうと思っていて、セミナー自体は、あの、1月に開催するんですよ。1月に、あの、ま、5日間か、五日間のその日にちを設けて、あの、セミナーを開催するっていう風にしていたわけなんですが、これね、こういうその日にちを持って、 てあの動いていてたわけけなんですけれどもこの,あのじゃあセミナー開催するよっていうお話をみんなにさせていただきながらあのなんだ私自身はあのなんださっきの願望のこのじゃあ、えっと、3ステップあるわけじゃないですかこの願望をじ現実化するこの3ステップっていうところをしっかりと踏まえてじゃあこういうセミナーやるっていうのであれば私はじゃそのあの 一ステップ目にあった、ステップ一っていうところにあった、求めるっていうところで、求めるというステップで、オーダーは、じゃあこのセミナーっていうもの、まあこれはあのリアルだけじゃなくてオンラインもやるから、まあオンラインにしても、でこのセミナー、リアルセミナーにしても、あの、たくさんの人がね、来てくれますようにっていうようなオーダーを出してたわけです。たくさんの人が来てくれたら嬉しいな っててていいうオーダーダを、ね、出してたたわわけですよ求めていたわけです。で実際にじゃあこのステップ、あのー、1っていうところをこうやってもう求めたら宇宙は確実に動いてくれちゃうんでこの原理は確実にあるからじゃあそれをしっかりとあの宇宙が作ってくれてるんだったらその流れはもうすぐにできちゃうわけじゃないですか。 それなのに、それなのに何が起きてたかっていうと、あの、セミナーをやるって言ってんのに、このセミナー会場っていうものが、全然予約が取れなかったの。これ結構前から私動画とかでちょろちょろ言ってたと思うんですよ。いや、全然ちょっとセミナー会場取れないんですよね、とか言って。やっぱ1月だからかな、とか、いろいろ言ってたと思うんですね、前から。本当にね、もうね、1月の5日間、仙台、名古屋、東京、えっと、大阪、福岡。 ここ回ってセミナーリアルセミナーやりますからねって前から言ってたのにセミナー会場がまず取れないといやたくさんの人が来てくれたら嬉しいっていうこれをちゃんと宇宙側がキャッチして動いてくれているのであればセミナー会場が取れないなんて起きないじゃないですかこれ。 で本当にね、あの、なんだ、もう一箇所のセミナー会場なんて、初め予約が取れたみたいな感じになったのに、あの、やっぱり、あの、なんだ、あの、まあ、吉岡さんの、この、今回のやつは、拒否させてくださいみたいな、なんか、なんだっけ、なんか、変な、 目に見えないものを語る、なんか霊感商法だったら困るみたいな、なんかよくわかんないけど、なんかそんなような内容で断られるみたいな、セミナー会場とかも出てきて、はぁって感じだったんですよ。え、意味わかんないみたいな。 で、しっかりと私としては、これじゃこの求めて、で、自分自身もボルテックスっていうものの中に入って、あの感情っていうものを感じ切るってこともやってたわけですね。もう実際にたくさんの人が来てくれたら、うわあなんて、なんて嬉しいんだ、キャーみたいな感じのことをやってるわけですよ。それなのに、現実で起きてるのは真逆のことが起きてたの。 え、意味わかんないみたいな。ちょっと待って、ちょっと待って。宇宙は何でも答えるんじゃないんかいってやっぱり思うわけじゃないですか。で思うんだけど、でも、どう考えたって、どう考えたってあの、宇宙の法則も法則なわけだから、あの、私たちが求めたんだったら、絶対そのようにしか動かないはずなんですよ。で、それに気づいたら、 そのじゃセミナー会場を取れないという現実を私が見ているということは、もう本当にね、もうちょっと事務をね、事務方さんには本当申し訳ないことしちゃったなって思ってるんですけど、本当にたくさんのところにこう、なんていうか、なんていうかな、あの、連絡してくれて、本当に信じられない数のセミナー会場に連絡してくれてて、そのごとしでね、本当に、 でも全然取れない全然取れないって言って本当に迷惑かけちゃって申し訳なかったなって思いなんですけど本当今回ねこのプロジェクトに関わってくれてる人いっぱいいるからもう私がやっぱり軸でいて私のその意識がもみだれてたから本当ごめんなさいって思いだったんですけどもうやっぱりこの現実を作ってるのは私だからこれは私がこの求めてるこのステップ1っていうところ。 がこのんです。ちゃんとだって宇宙は私が求めたものに対して答えるんだから答えてくれた結果でセミナー会場全然取れないっていうものにつながってたから私は健在意識ではこっち側にしてたんだけど多分潜在的には思ってないなっていうことに気づいたんですよ。うん、このセミナーが 本当はたくさんの人に来てくれたら嬉しいなんて思ってないんじゃないのかってことに気づいちゃったんですね。この現実を見た時に全然会場取れないから。うん。これね、びっくりしたよ、これ。これびっくりしたよ、本当自分で一番びっくりしましたけど、なんていうのかな。うんとね。うんと。これさ、ここの。 ま、この本のね、ここにも書いてあるんですけど、じゃ、このステップ3の許可して招き入れるっていう、ここのステップにも書いてあるんだけど、あの、なんていうの、例えばなんですけど、例えばね、元気になりたいっていう願望があった時に、一緒に、一緒にさ、その裏側の思いとしてある感情としては、病気になりたくないっていう思いがあったり、あとは、じゃ、経済的安定を得たいって思った時に、その、 あのなんだ感情とともにお金がない経験をしたくないっていうような思いがあったりっていう2つの感情っていうものが湧いちゃう時ってありませんみんななないかな、うんまあ、2つ以上っていいいう言い方が正しいかなって思うんですけど健康になりたい元気になりたいってい思い だけじゃなくって、その根底にあるのは、裏側にあること、あの、なんだ、思いっていうのは、もう絶対病気になりたくない、病気怖い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 みたいな感じになってたり、私病気になっちゃったらどうしようみたいな感情があったりっていう、なんか一個の願望に対して、たくさんの複数の、なんていうのかな、感情が湧いちゃうことってないですかね。そう。それって、そのあらゆる対象、あらゆる対象は、望むものとの望まないものにこう分けられる。 そしてて、分けられてで実際は正反対のことを考えていることがありますとこう書いてあるんですけどで実際にこの複数のその感情っていうものがこうやってこうなんだ自分たちがこうなんていうのこう湧いて出てきているっていう時にその宇宙理論ですよ宇宙理論としては自分たちがまあこう考えていること一番多く考えていたり一番長い時間考えていることって と自分自身がじゃその考えていることとあの手にする現実手に入る現実っていうものの波動は常にぴったり一致するので今考えていることと経験していることを意識して関連づけてみるといいかもしれませんって書いてあるんですね。うん、要は要は何があっったかっていうと私自身は この、たくさんの人が来てくれたら嬉しいなっていう感情とともに、感情とともに、その裏側というか、この感情だけではなくって、さまざまな、さまざまな、あの、なんていうのかな、ちょっと、こう、ンというか、寝よりの感情っていうものも同時に湧いちゃってる状態だったんですよ。これはどちらかというと、ポジティブ寄りでしょう だしそのの陽気なな感情願望っていうものになるわけじゃないですかでも私はこうやって思っていてでそれでんだなんだかな,んだな健在意識側であのこれをキャッチして「わあたくさんの人が来てくれたら嬉しいわあそして来てくれたら嬉しいわいわい」みたいな感じで自分のボルデックスの中に入りながら「わあすごーい」みたいな感じでやってたんだけどでも実際にコント全然作られないからさ基盤となるセミナー会場が取れないんだって。 ななんておかしいいわけじゃないで,すかそうで「すかそうほれ?」みたいな感じになった時に「あれ私多分これ潜在意識で思ってねえな」ってことに気づいてでこっち側を掘り下げてみたら要は、まあ、内観してみたら「まあ出るわ出るわまあ出るわ出るわ」かなりね陰気なことを思ってましたびっくりした書き出してみたんですよ。ってちゃんと自分に聞いてみたのね何回も。 本当にこう思ってるって。本当に本当にこう思ってるんだったらいいけれど、これ以外の感情も湧き上がってたんじゃないのって、何回も何回も聞いてみたんです、うん。そして書き出してみたのね。そしたら、そしたら、自分のね、この内側の声が本当に蚊の泣くような声で、なんかね、例えば、そうだな、もういっぱい言ってたからね、何から言ったらいいか。例えば、なんか、 こう緊張するとか何かこうたくさんの人が来たら来たでやっぱりその人前で話すのってやっぱり私みたいなキャラクターの人間結構緊張してるように見えないって言われるんですけど私めっちゃ緊張しいなんですよそうだからなんかこう何て言うかなみんな。 がね、たくさんの人が来てくれて嬉しいっていうその感情の裏側にはでもいっぱい人が来ちゃったら本当にうまく喋れんのかなっていうやっぱり不安っていうものがあったりだとかそして私赤面症なんでどうしよう顔がね真っ赤っかりになってあいつなんか酔っ払ってんじゃねえかみたいに思われたらどうしようとか <laughs> まあいろんなこと考えてたわけですよ。うん、でそれで例えばそうだなそのじゃあたくさんの人が来てくれた時にあのなんだ じゃあ今回の、ね、このじゃあセミナーっていうもの、まあ、オンラインであったりリアルであったりっていうじゃあこれまあどちらでもいいんですけどこの何て言うのかなこれに参加してくれた皆さんが本当に喜んでくれるのかなっていうようなやっぱりその不安っていうものがあったりなんか逆にじゃあたくさんの人が来てくれたらいいなって思いながらもなんかえ本当になんか私なんかが伝える言葉 を聞きたいと思ってくれる人なんているのかなみたいな。なんかね、そういう思いとかも同時に巻き上がっちゃってて。で、もうこれ完全に無視しちゃってる状態だったから、まさかもうこれ,これどころじゃないですよ。もっともっといろんな言葉がたくさん出てきたの。なんか、なんて言ったらいいかな。 例えばですけど、じゃあ、このね、じゃセミナーとかっていうのも、あの、今回は3万3000円っていう価格設定にしてるんですけど、その3万3000円っていうものも、まあ、人によって、その、まあ、高いと感じるのか、安いと感じるのかわからないけれども、いずれにせよ、お一人お一人が、その、なんていうか、懸命にね、働いた、その、なんだ、その、対価として、その、あったお金っていうものを、 よしじゃあそれだったら自分に必要かもしれないからって言ってそうわざわざそのお金をねこう出してくれるっていう状況にこうやって何て言うのかな自分たちがこの有料のねものをやるときにはその構図に置かれるんでやっぱりその何て言うか3万3,000円っていうものをこうグッと出す時に何だろう 満足してもらいたいって私たちも思うわけじゃないですか。なんかやっぱり喜んでもらいたいって思うけれども、もしもそれに応えられなかったらどうしようとか、そういうことも考えちゃうわけですよね。そう、だからそうやって思うとなんか怖いっていう思いが、 多分私ののお腹の奥底にはあさまざまなその怯えてるような,なんかちっちゃなこうじゅんちゃんインナーチャイルドのじゅんちゃんがここでジタバタジタバタ苦しんでるもがいてる状況が実は起きてたんですよ。うん、でそれに気づいてまあなんか本当に何て言うのかなこう何て言うか。 自分の感情を無視して本当に申し訳なかったなってなんか内側のんちゃんに対して思っちゃったんですけどでもその時に何て言うのかなただただ謝ってんかこういう感情が実はお腹の奥底にあってすごくもがいてたのにそれを無視して何とかしてあのなんだ成功させたいみたいな,なんか変な何て言うのかな ちょっとずれた意識、なんかちょっと怖わってるような意識で、多分たくさんの人が来てくれたら嬉しいっていう、そういうオーダーを多分私は上げ続けちゃったから、肉体のなんか心の奥底でこうもがいてたんちゃんに気づいてあげれなかったんですよね。そう。で、まあでも実際に、じゃあ、あの、私の潜在意識っていう方にはやっぱりこっち側が入ってたわけだから、そりゃ、 そりゃ、これっていうのは、だって、ね、簡単に、簡潔に言うと、要は、このじゅんちゃんっていうものが感じてるのは、あの、セミナーやりたくないなんで、これは。うん、たくさんの人に喜んでもらえるのかな。いや、もう私なんかの言葉なんて聞いてもらえるのかな。えー、しかも、みんなの前でうまく喋れんのかな、みたいな、こういう思いの中で、あの、感じる感情の軸になるのは、やっぱりやりたくないじゃないですか。で、それを感じているわけだから、それに対して宇宙は答えてくれたわけですね。 そりゃ、セミナー会場取れるはずないですよね。潜在意識でやっぱりやりたくないと思ってんだもん。私が。私が思っちゃってんだもん。そりゃ、取れるはずないですよ。本当に自分方の皆さん、本当とすみませんでした。本当にごめんね。本当に、私が、なんていうか、あの、潜在意識側でこっち側をね、しっかりと落とし込むっていうことを初めにやってればよかったんだけど、気づけなくて、なんか、なんかね、全然こう、なんていうか、 よし、やるぞみたいな、なんかすごい、なんか、体育会系みたいな感じになっちゃってて。で、だからちょっと、よ、なんか、こう。 弱々しいじゃないけどなんかこうもともとの私の気質ってすごいネガティブだしもともと臆病な人間なんでその自分に引っ張られないようにっていうちょっと乖離するような行動を起こしてしまったがためにあの結局何ていうかな今回ね関わってくれたあのこのセミナー会場を確保するっていうところに動いてくれた方に本当に迷惑かけちゃって申し訳なかったなって思いなんですけどそうでもだから。 なんていうかそのやっぱりやりたくないって思っちゃった自分がここをねあのそのセミナー会場取れないという状況が起きてたっていうのがあってでそしてそこでじゃあどうするっていう部分じゃないですか。 うん、セミナー会場取れないもうぐだぐだな状態でどうしようどうしようみたいな感じになっちゃってたんですけど実は裏側でねみんなには言ってなかったけどそうっていうのが起きてたんでじゃあどうするっていうのがあった時に私自身はじゃあそれをやっぱりやめるにするかそれともやるかっていうところであのこの内側のんちゃんにずっと聞き続けたんです。緊張するよよよどどうしよううううししっていうこの,あのインナーチャルド ののこちちちっゃちゃいちゃんですね。「どうしようどうしよう」って言ってる純ちゃんとか「みんな喜んでくれるのかなどうしようどうしよう」ってもう「やだやりたくない?」みたいな感じになってるこの純ちゃんに対して「じゃあどうするやめる?」っていうことを聞いたわけですよね。そうそしたらやっぱりこの純ちゃんっていうのは「やだ!」みたいな感じで言ったわけですよ。「やだやる!」みたいなのこう何かちょっとちっちゃい純ちゃんがこう泣きながらピー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 泣きながら「やる!」みたいな。 感じになってて、でまあやるっていうまあここまでこのね私の内側が叫ぶのにはやっぱり理由はあって、なんかやっぱねあのやっぱね私あのなんかみんなで笑ってたいのなんか言ってる意味わかるかななんか私言葉が下手だからちょっと伝わ ないかもしれないからごめんなさいね。なんかやっぱみみんなで笑ってたいの。なんか言ってる意味わかるかな。あの私やっぱその結構長くそのあのなんていうか笑えないで生きてきた人なんですよね。うんと。 って言ったら伝わるかなそうあの、まあ、私のプロフィール欄とか見てる人だったらわかるかなって思うんですけど私結構本当笑なんかね本当にねなんかあの作り笑いはできてたけど心の底からなんか笑ってるっていう時期はまあなんか幼い頃から、まあ、大体30歳を迎えるくらいまで20代後半くらいまでは本当にこう笑うっていうこれが。 ちゃんとできてなかったたんですよよ作り笑いは全然してたよなんか周りの人を心配させないためにっていうところでよく笑う子だったと思うけど多分この魂から笑ってたかっていうとあんまりそれができてなかったっていう人でで。 そんな自分を変えたかったから、いろんなその自己啓発のセミナーとかにも行ったし。こういう宇宙の法則とかもこう実践してみたっていう人間で。で、本当に一生懸命変えるっていうことを真剣にやってみたら。あの、今はやっぱりその。こうちゃんとね、自分自身が幸せだなって感じで、お腹の底から笑うってことができるようになったっていう人間なんですよ。うん、だからなんか、私はやっぱり過去自分が苦しかった。 あの時間みたいに今を過ごしている人たちがいるってなったらやっぱりなんかもうちょっとこういう風にやってみたらっていうその情報はシェアしたいし私に何かできることがあるんだったら引っ張り上げられるんだったらなんかやれることはねやりたいってやっぱり思うわけですよ。そうだかからなんかこの 今回じゃあ私がやろうとしているこのセミナーこのオンラインのとこのリアルのっていうのはその笑顔になる人を増やすっていうのが根底にある考え方からあのやるものだからなんかその個人起業家さんが売れっ子になる。 っていううもそうだし起業家になってみたいっていう人が実際に起業してうまくいくもそうだしそれだけでも笑顔の人って増えるとは思うんだけどその人たちのまた先にいる今つらい思いをしている苦しい思いをしている人たちをやっぱりその人たちが救い出せるっていう状態にどん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 つながってくるはずだから相対的に見てもどの角度から見てもどう考えても。 あのこのプロジェクトっていうかこのセミナーやった方が笑顔になる人は増えるっていう考え方になるなって思ってそれがあるとやっぱりねそのなんかこのうじうじしてるちっちゃいじゅんちゃんは「やる!」ってやっぱり言うわけですよね「やるやる!」みたいな「でも怖いどうしよう!」みたいな感じでもがいてる「もうやだどうしようどうしよう」「でもやる!」みたいな感じになってたっていうのがあってそうだからだから何て言うかじゃあその「やる!」っていう思いがあった。 のであれば、てかやりたいって本当に思ってるんだったら、あの、なんていうのかな、そんなにね、こんな不安がある必要はないよっていうような、その、この後にね、やった私の作業っていうのは、実際に私は、私を癒すということをしたんですよね。癒す。 その不安がってる思いっていうものがたくさんあったから、それを全部書き出して、全部それを癒す不安っていうものと、その真逆のね、あの、安心っていうものを与える作業を全部してたんですよ、この数日間。うん。たくさんの人が喜んでくれなかったらどうしようとか、なんか、 いいう思いがあったらこう参加してくれた皆さんが喜んでくれなかったらどうしようっていうその不安があった時にそのまあ喜んでくれるかくれないかはご本人に委ねるにしても真剣に自分たちが取り組んでいればそれは絶対に伝わると思うよっていう言葉をかけ続けてみたりだとかあとは自分なんかの言葉をねちゃんと聞いてくれる人 なんているのかななとかなんかんこのやっぱり自分なんかって自己肯定感の低さっていうところがどうしてもこういうところで露呈してしまうんですけれどもあの私の言葉が誰かのお役に立つなんてあるんだろうかみたいななんかそういうその不安っていうものが出てきた時にはそのいや純ちゃんがあの思ってる以上に純ちゃんの言葉を聞いてくれる人はいるよっていうそう言葉をかけ続けてみたり。 っていうなんんていうか、うん、なんかやっぱりこういう不安って絶対いろんなことをやるときにこう出てくると思うんですけどそれっっていうのをずっとやり続したらそしたらどちらかというとその潜在意識に合った陰気な思いっていうのがだん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 ちっちゃくなってきてだん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 ,なんかこの不安があってたちっちゃな声で、ね「ああどうしようどうしよう」出てたあのたネガティブんちゃんがなんとなくやっぱり。 やっぱりみんな来てくれたら嬉しいなみたいな感じのなんかだん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 ちょっと陽気寄りになってきたんですよね潜在意識側が。 そう。で、だから、それでもずっとコンコンと癒すっていう不安に対して大丈夫だよっていうような声をかけ続けるってことをやって、自分自身がこうやってポロポロと泣きながら、あの、安心を得ながら、そっか、そっか、大丈夫だよね、大丈夫だよねっていう言葉をこう自分にかけながら、安心っていうのをこうやってったら、やっぱりなんかこう潜在意識が本ほんとこっち側の方が比率としては、占める率が大きくなってきたっていうのが自分の中で分かって、で、その時に改めて、改めて、あの、このね、あの、 こうなんだ。ステップを踏んでみたんです。さっきのみんなにお話をしていた。あのこの願望を現実化する3ステップってありますよね。うんこの。 もう自分の潜在意識側でかなりあのなんていうかたくさんの人が来てくれたら嬉しいなっていうたくさんの人にたくさんの仲間に会えたら嬉しいなっていう本当に腹の底から感じられてるな今私って思った時に改めてステップ1の求めるをやったんですねこの求めるオーダーですよねだからオーダーを出したのなんか自分の中でたくさんの人にたくさんの仲間に会いたい この。っていう。これをね、出してみたの。そしたらね、早かったよ。早かったよ、これ。早かった。すぐ取れた。セミナー会場。すぐ決まった。<laughs> 早かったよ。本当に。びっくりですよ。びっくり。 あの、っていうか、まあ、早かったっていうのは何が早かったかっていうと、あの、1月のセミナーはもうその状態で、なんとなく自分の中でちょっと癒しがこう始まった状態くらいから、ポロポロとちょっと確定が出始めてはいたんだけど、実はこの、まあ、ちょっと前にもお話ししてるかなと思うんですけど、もしもこのセミナー会場、1月のセミナー会場、5会場あるんですけど、このお申し込みがあまりにも、あの、多くて、もしも埋まっちゃうようであれば、あの、もしも埋まっちゃうようであれば、 2月もそのセミナーはやろうかなって考えてるっていう話はちょっと以前にもしてたと思うんですね。5会場、プラス5会場やるよっていう話を前回の動画とかでもしてると思うんですけど、それでもあの、先にで、ね、もう2月も取っとこうと思って、 で、あの、なんだ、も、もしかしたらね、じゃあ、たくさんの人が来てくれるって、あの、宇宙がしでかすことは分からないんで、私たちのアッパーなんで、もう、U、言う、に超えてきますから。だから、まあ、とりあえず、じゃあ、2月もこっちでピーンって来てるってことは、2月も取っとこうって思って、もう動いてもらってたんですけど、1月の会場を取るのが結構大変だったのに、もう本当に自分が本当に自分の波動をね、こう、整えてから、その潜在意識側で、本当にみんなに会ってみたいな、みんなで笑顔の人をどん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 、 増やしてていいいくくくんだっっう思思を深く深く思ったら早かったのが本当2月のこの会場とのパパパパパーでしたもんね。パパンパンみたいな感じの。早いみたいな。本当に早かった。いや、なんかびっくりしますよね。なんかこういう、なんて言ったらいいかな。 なんて言ったらいいんだろう。これね、ぜひね、皆さんもね、あの、覚えておいてほしいんですけど、絶対にね、絶対に宇宙は答えてくれるんですよ。絶対に。これは絶対的な法則なんです。宇宙理論の。宇宙理論のね。必ず私たちが求めたものに対して答えてくれるんですよ。宇宙は私たちが求めたもの以外作らないんです。うん。 だから例えばこういうふうにね書いてありますけどもこれなんてだって私たち別にまああの求めてないけどなっちゃってえなんでこんなことにとかって思うと思うんですけど別に何て言うのかなあの何て言うのこうなんかここにも書いてあるんだけどここも書いてあるんですけど本来本来病気の源などというものはありませんがあなたが健康の自然な流れを 許可しなない、い許可しない思考をするるはあるかもしれません。まあ、これはどういうことかっていうと本来病気の源なんてものはないんだけれどもそんなものはないんだけれどももしも自分たちが健康というものが自然にあるというその流れを許可しなかった場合にはしなかった場合にはそういうその病気になるってことはあるかもしれないね。 っていうこととか同様に「貧困の源」などありませんが豊かさの豊かさの自然な流れを許可しない思考をすることはあるかもしれませんって書いてあるんですけど、まあ、要は「貧困になる」そんな源なんてものはないんですよ。宇宙のの絶対法則としてあの もうなんだ無常の幸福っていうものが確実にあるのがあの宇宙なんであのなんだ枯渇するとか悲しいとか苦しいっていう考え方は基本宇宙にはないっていうものだからだから貧困の源なんてものは宇宙にはないんだけれどもただ豊かさの豊かなものが自然に流れてくるっていう許可を自分たちが許可をしていない場合にはそういう思考をずっと働かせている場合にはそういうことは現実で起こるかもしれませんねって。 書いてあるんです、うん、だからどんな時にもどんな時にもやっぱり自分たちがやっぱりこうなんていうのかなあの現実を作ってるからななんかなんていうのかなやっぱりね本当にあの自分の感情っていうものとか願望っていうものは本当にそう思ってるのかっていう確認は絶対的にした方がいいと思います。そそれはあの,その願望を叶えたたいんだったらね うん、叶えたい場合ですよ。だから、こうじゃ例えばこういう彼氏が欲しいとか、彼氏が欲しいっていう思いがあるんだったら、彼氏が欲しいっていう思いとともに、他の感情が湧き上がってないから確実に、あの、しっかりと確認した方がいいです。もしも彼氏が本当に欲しいんだったらですよ。そして宇宙の法則ってものを駆使して、彼氏を作りたいんだったらの話ですね。それに該当しないんだったら、それはしなくていいと思う。 うんでまあ、彼氏が欲しいというオーダーを出しているにもかかわらず彼氏ができてないっていう人たちがそれをやった方がいいよっていうものだから彼氏が欲しいとオーダーを出したんだったら確実に神様たち宇宙はそれに動いてくれるんでそれなのにできてないっていうことは私みたいにちょっとこういうね陰気な方のこのなんて言葉がたくさん出てきちゃってるはずだから一回書き出してみてそれを一個一個癒すっていうこと。 癒して安心というところにこういっつもいつもこれ持ってってあげながら自分自身を持ってってあげながらそしてあの自分のね作りたい現実を作っちゃった方がいいと思うんでこういうじゃ健康になりたいって思ってるんだけれどもそれが今現在健康ではないっていう時に自分自身が本当に健康になりたいという思い以外の感情をたくさん抱いちゃってないかを書き出してみると。 いいと思います。わかると思うよ、そうすると。そうすると、そっち側で現実作られてたんだな、っていうのがよくわかるんで。で、それをちゃんと癒してあげる。癒して自分をどん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 安心っていうところに置いていってあげると、潜在意識側が、どん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 、うん。なんか、彼氏が欲しいっていうか、なんか、なんていうか、うわ、彼氏できちゃったら本当に嬉しいな。 てかできないなんてこと起こりえないよなみたいなすごい強い自分になっていてそう感じる現実が作られてくるはずなんで是非、うん、ねこのトリックには気をつけてみてくださいこのね許可して招き入れる3ステップ目ですね許可して招き入れるここの部分あの何、ー、ていうかすごい大切ですうん なんていうかここにも書いてあるんですけど許可して招き入れるっていうのは結局のところ何て言うかなあなたの存在の波動あなたの存在っていうのは今の波動って意味ですね今現在のこの波動と願望の波動願望が叶った時ですね叶った時のその周波数ここの波動の周波数を合わせることによって許可して招き入れるっていうことができるというものになってくるから。 なのであなたのこの存在今現在のその存在が発しているこの波動っていうものが実際に願望が叶った時の波動とその波動のその周波数と一致していないとあの宇宙がどんなにその願いのために動いてくれても招き入れられる入れられないから私たち側で。 うん、招き入れることができないから願望っていうものが叶ってないと感じちゃうっていうものがあるんですよ、うん。なので本当に自分たちが今この瞬間のこの波動っていうものが願望が叶った時のうわうれしい,いやーみたいな感じの波動になってるのかを是非確認してみてほしいんですね。うん で、その波動っていうもの、潜在的な波動じゃないんですよ。潜在意識の方の波動っていうものを確認をしてほしいから、自分の今の願望っていうものに対して他の不安っていうものが覆いかぶさってないか、それに対して自分たちが実はうじ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 思っちゃってるんじゃないかっていうものをしっかりと見つけ出す作業っていうのが非常に大切になってくると思います。 私も今回はやっちまったなと思いましたね。まあでもやっぱりちゃんと癒してたくさんポロポロと泣いて、ごめんね、純ちゃん、そっか、こういうふうに思ってたんだって。そう、そりゃね、あの、なんかこういうイベントごととかをやる人だったらわかると思うんですけど、集客とかやったことある人だったらわかると思うんだけど、たくさんの人に来てもらいたいなって思いはありながら、でもやっぱり不安っていうものと葛藤するのってやっぱり自然なことだと思うんですよね。 そ,うそれなのに私は今回「あのわたくさんの人が来てくれたら嬉しいな」っていう方にばっかりフォーカスしちゃってその内側のね声をしっかりと聞き取るっていう作業を怠ってしまったんでなので何て言うかこっち側が増幅しちゃってなんかやっぱり緊張するなとか何かこの私なんかの声をしっかりとみんなに聞いてもらえるのかなみたいなそういう方の思いがもう なんだ、ちょっとでも無視した日には、こういうね、ネガティブ系の重い波動のものっていうのは、あの、ものすごく増幅しやすいんで、これがかなり大きくなっちゃってたから、こっちのね、セミナー会場取れないみたいなことが起きてたみたいなんですよ。うん。でもそれをやっぱり癒したら、もう思いっきり変わりましたからね。思いっきり変わったんで、もう、早かったから、早かった早かった。びっくりするぐらい早かったですから、パーンとこう取れちゃったんで、え すご潜在意識、やっぱり波動でしっかりと、あの、現実を作るってこういうことなんだってすっごい分かりやすいことだったんで、ぜひ皆さんもね、あの、自分自身が叶えたいものがあるのであれば、それ以外の思いっていうものが湧き上がってきていないか、そして湧き上がってきている場合には、しっかりとそれを癒してあげて、うん、自分の現実を作り上げる、望みを叶えていくっていうことをね、やってみてほしいです。うん。 じゃあ,、まあそんな感じで本日のお話は以上となりますので、あのー、とにかくねもう本当にこの3ステップ願望を現実化するこの3ステップのうちの肝となるのがここなんでねステップ3、うん、この与えられた答えを受け取るすなわち許可するこの答えこの流れっていうものは私たちで招き入れなきゃいけないんで招き入れるためには波動を整えなければならない。 自分の願望が叶った時の波動を腹の底から感じてそれを発しなきゃいけないんでうん発しなきゃいけないというかそうすることであのいろんなものを受け取れるんでね是非あのこの3ステップあの目の、まあ、ステップ3っていうところは頑張ってね踏み落としてみてくださいじゃあそんな感じで本日のお話は以上となりますであのそうそうあの明日からねじゃあこの なんだえっ、ー、と、このセミナー、起業家になりたい方であったり、えっ、ー、と、まあ、現在起業されていて、あの、売上をさらにアップさせていきたいっていう方、 であったり、まあ、あとはやっぱりあの自由にねお金を得ながらあの自由に行きたいって思いの方たちなんかにはやっぱりこういうフリーランスっていうところの行き方のその知識があって損はないと思うんでそういった方々に今来ていただけたらいいかなって思うんですけれどもその方々に向けたあの、まあ、オンラインとセミナー あオンライン、まあオンラインで十分のものかなと思うんですけど、本当に。本当、オンライン事項だけで十分だと思うんですけど、まあ早めにお申し込みをしていただいた方々には、リアルで、あの、なんだ、お会いすることができる、まあリアルセミナーっていうものもつけたんで、それの、あの、なんだ、お申し込み開始が、あの、1月の8日。あ、1月じゃない、間違えました。11月の8日。<laughs> 11月の8日からね、スタートをしていきますので、もしもピンときた方は、ぜひね、あの、お申し込みされてみてください。 で、一応、あの、1月の、あの、セミナーのお申込み者さんが結構早めに埋まっちゃうようだったら2月もやるよってお話ししたと思うんですけど、もしかしたら、その、1月のその日程では来れないんだけど、2月の日程だったら来れるって人もいるのかなって思ったんで、なので、あの、2月の、あの、なんだ、えっ、ー、と、受付も、もうしちゃいます。 なので、1月、2月のリアルの方で、あの、セミナー受けてみたいなっていう人は、お早めにね、あの、お申し込みしていただいた方がいいかなと思います。まあ、私はオンラインだけでいいんだっていう方は、まあ、あの、11月いっぱいは、あの、お申し込みのカートは開けておくんで、まあ、気が向いた時にね、お申し込みをしていただいたらいいんじゃないのかなと思います。 そう。なので、そのね、あの、お申し込みのその概要欄か。あ、間違えた。えっ、ー、と、お申し込みページは、この、えっ、ー、と、動画の、この動画の概要欄に、あの、貼っておきますんで、そこから、あの、お申し込みをされてください。えっ、ー、と、そのね、えっ、ー、と、お申し込みページ自体が開くのは、11月8日のね、夜7時くらい。夜7時くらいです。ここ間違えないでください。うん、夜7時くらい、夜7時くらいっていうか、多分夜7時に、あの、なんで、お申し込みできるようになって、 っているんで、それ以前にお申し込みっていうのはできませんからね。なので、あのなんだ11月8日の夜7時にあのカートが開くよっていうのだけ覚えておいてください。うん。一応ブログとメルマガでもそのお知らせはえっとさせていただきます。はい、あ、じゃあそんな感じで、またあの何かねシェアしたいことがあれば、また動画の配信させていただきますんで、本日は以上となります。 ではまた。失礼しまーす。バイバーイピ。願えば叶う。波動で。では。<laughs> バイバーイ。